施設相互、内視軍事施設と非軍事施設との間で、要員の移動や、少量の物資運搬に任ずる航空機のこと。また、文民機関である NASA でも、宇宙飛行士の基地、施設間の移動に、T-38 等を、連絡機として用いている。リエゾンとは連絡、連携などを意味するフランス語から来ており、軍事用語では、連絡昇降リエゾンオフィサーなどがある。 得意な例としては、アメリカ軍が世界中に基地、駐屯地を展開していることから、民間の旅客機、貨物機をチャーターして、航空基地間で定期運航させている。連絡任務に特に必要となる特殊装備はないため、連絡任務にあたる機体には、小は軽飛行機から、台は、輸送機として分類されるべきものまで含まれる。 旧式の田崎が使われることも多い。軽飛行機タイプの連絡機では武装できる機体もあり、これらは、コイン機や前線航空管制機として用いられるほか、シュトルヒによるグランサッソ襲撃やライサンダーによる工作員運搬など特殊作戦に用いられることも、ある。第二次世界大戦終結以前は、前線や航空基地以外との連絡任務に当たる場合には、 エストール性能が必須となるため、高揚力装置などに特徴的な装備を持った機体が存在したが、その任務は現在ではヘリコプターにとって変わられている。今日、練習機等の多機種の流用でなく、連絡機として分類されるのは、その高速性、一定数以上の乗客が搭乗可能などの理由から、いわゆるビジネス機であることが多い。同一機から、救難。 飛行点検などを任務とするタイプが派生することも多く、その場合は全体を包括して、汎用機、雑用機と称されることもある。大日本帝国ドイツ国アメリカ合衆国イギリス、日本アメリカ合衆国ソビエト連邦、ロシアセスナ170の軍用型をマイナス2としてアメリカ空軍が採用したが、民間型の多くが各国空軍で、 連絡機として使用本来は練習機であるが NASA において練習の他に宇宙飛行士の施設間の移動手段として使用している農業機として開発されたものの汎用性が高く連絡機としても用いられた。ありがとうございます。